173ヤードを6番です。はい、うわー浮いちゃった浮いちゃった体が、あーでも越えた、バンカー、バンカーです。右の癖がやばい。大丈夫、あ問題ない、なんかあれないからいっか。おー、いいとこ行ってるよ。止まって、おー、素晴らしい。ゴルフの練習頻度はどれぐらいでしょうか。聞いちゃった、はい、皆さんベランダに屋上、まあ、子供ができて、はい、まあその前は週8回ぐらい練習場に超えてる超えてる超えた超えてる超えてる、だから1日2回ぐらい行ってる時も含め週8ぐらい行ってたんだけど、子供ができてやっぱちょっとやっぱこう練習頻度がこう落ちるかなと思ったから、自分家のテラスに練習グリーンとアプローチ練習場を作りました。はい、さすが。だからまあやることがもう毎日絶対クラブは握ってるから。握ってるな。ゆりちゃんは？私はですね、やらないと1週間やらないこともあって、でも1週間ぐらい、あ、でもそうですね、1週間経つとやばい、握りたい、ゴールしないとしないとみたいな、また下手になっちゃうと思って焦る。で、なるべく最近は週1では練習訓練してるんですけど。皆さんバンカー得意な方ですか？嫌いではない。うん、でもちょっとこれライが難しいね。そうですね、左足下がりの、つま先も上がりの、うまくフェイスが入って、まあまあカメラ回ってるんでやってくれるでしょう。うまーい、うまー、音が、音が、早いね。ナイス、ナイスパー。宇野さん、ティーショットユーティリティ、ユーティリティの20度です。はい、ちょっとやっぱ左のバンカーには入れたくないから、まあフェアウェイをキープしたいなと思います。まっすぐ、弾道高いね、ナイス。ピン左なんで完璧出す、出す、出す、完璧出す、ありがとうございます。目の前に虫いな、足元、ほらさっきの虫だよ、あっち行って、虫だ、かわいい、よっしゃー、いい、耐えてる耐えてる、日野さん方向、うん、ナイス、ナイス、右サイドいいね、あー、うん、うん、どうなった、ちょっと右だけど出して、出して次だね、うん、あの帯ないからここは、あ、そうだね、そうそうそう、ちょっと技術的なことについて、うん、いろいろ聞いてみたいと思います。はい、はいはい、まず日野さんに質問です。はい、大人になってゴルフを始めて、うん、私はすごく悩みが多いです、私が相談みたいな、心ちゃんのことで、日野さんは、まあ、大人になってこのゴルフを始めて競技を、うん、結構同じような、ね、まあまあ本当ね、同じような競技だよね、はい、やってるじゃないですか、うん、もうやっぱりゴルフバーガリーとかとか全然私もやっぱなりたくてもなれなくて、うん、目指してるのはゴルフ部のスイングなんですけど、うん、もうどうしてますか、そういうなんかこう、なんか言い方悪いけど、なんか僕は逆にそのゴルフ部の人とはやっぱ違うから、うん、そこはもう諦めが逆に、意識してない、なんか自分は自分のゴルフを確立させるためにやってる感じはあるかな。やっぱ入れ方もフェースの入れ方も全然タッチが違うから、うん、だからあれをやろうとするとやっぱミスになっていくから、アマチュアゴルファー
としてのことをやっぱ徹底的に無理をしない。それはでも昔からそうなんですか？いや昔はもうめちゃくちゃやってました。やってたねだからクラブボールもやっぱ高くしたいっていうのも、これも全部シャフトとかクラブでボールの高さをスイングで上げるんじゃなくて道具で、まあいやらしい話、お金で解決、お金で解決いやクラブで解決ないですけど、クラブで道具で解決するように、だからスイングでああいうふうにしてこうダウンブローとかいろいろこう意識してたけど、やっぱまあそこはなかなかこうできないっていうのは、それよりやっぱ今からできるのはマネージメントとかやっぱこうメンタルの部分、なんか2オンはなかなかやっぱ試合になってくると余計難しくなってくるから、だからやっぱ3オンというかアプローチでパー、悪くてもボギーっていうゴルフを続けなきゃいけないかなっていうのは思ってるかな。このロケーションあの奥ダメだからちょっと怖いな。140ヤード9番です。はい、勇気を持とう。うん、いいですよ。真ん中、ナイスー。ちょっと緊張するロケーションだよね、これ。広大だし、ね。いいミスじゃないですか。まあ、はい、いいミスですね。レベル高いけど。なんか悪くてもボギー。うん、ダボを打たない。うん、これはしっかり打てたんじゃないですか。打ちすぎた難しいね、加減が、なんか濡れてるから重そうにも感じるし、意外にほとんど切れないかなと。勇気があれば入る。勇気、勇気あったまっすぐだけど打ちにくいね。ナイスショー。やばいよ、やばいよ、やばい。どうした？また来た。右来た？うん。ちょっと待ってね。あ、ダメだ、足動かしたからダメだ。そうだねナイスショー。耐えて耐えて耐えて、大丈夫大丈夫だね。いいよ、ゆっくり振るの。やっぱ飛ばそうとすることをイコールスイングスピードを上げるってなく、ミート率を上げろっていうやっぱ先輩がいて、だから逆にゆっくり振った方が飛ぶよって。そうですよね、なんかそのドンって当たった時の厚さとか、なんか当たったって言うと、なんかこう初速はいいけど勢いで飛んでないとか結構あるじゃないですか。スピン量のコントロールっていうのがやっぱ、やっぱスピンがかかりすぎちゃったりとか、内容が難しい、ミート率が悪いとやっぱフェアウェイ行った？あー、よかった。頑張ってこ、頑張ってこ。今みんな応援してるよ。頑張りゆりちゃん、頑張りゆりちゃん。105球番アイアンでいきます。お、いいよ。今日アイアンいいね。いい、いい。あー、もう足りないか。まあでもまっすぐ行ったからいっか。褒められてますぜ。今ちょっとダフったかな。ダフったよね、うん、重かったもん。お、いいんじゃない。あー、チェーカー。大丈夫大丈夫、止まるよ。ナイス。お、いいんじゃない。いった。
これはキャディさんどの辺を狙い目ですか。これは飛距離があるので、はい、バンカーの右端ぐらいで。あの左バンカーって何ヤードぐらいですか。300以上ある。じゃあもう全然アゲンストだし、うん、で左ドッグで右は林に来るから。ちょっと右が行ったら嬉しいな。どうですか。いいんじゃない。ナイスショー。結果がすごい。結果がすべて、ね、ちょっとでもねビビった。あ、ビビった。登ってきたよ。何それ、なんかリモコンでもついてんの。なんかすげえ曲がってきたんだけど。バンって言われた。なんかドローンみたいにこう綺麗にこう。ナイス。ナイスよ。今ヘナとか当たったけど、ゆりちゃんにちょっと教えてほしいことがあって、うん、ゆりちゃんもう結構ゴルフ悩んでた時期あったじゃん。あったあった。もうず今でもだけど。なんかこう100切れたのに全然切れなくなってた時期もあったじゃん。その時の自分の中でこれをしたらこんなにコンセントに切れるようになったんだっていうのがあった。100を、うん、あでもまず100切るまでに私すごい時間かかって、うん、何年かかったんだろう。まあでも頻度も少なかったから、ね、あまあねそれもあるんだけど、うん、割といろんなクラブが、まあ、当たるようになってきて、さらにそこでクラブを変えたの初めて。おお、そうクラブをセットクラブみたいな。そう、もう全部最初ずっと初心者用のセットで買ったクラブ、うんうん、もう打ちだとかせずにやってたクラブを使ってたんだけど、まあ、ちょっとある程度打てるようになった時に試打してフィッティングして、まあ、合うっていう、まあ、教えてもらったものを変えてから割とすぐに100切れるようになったから、あ確かにそうだよ、ね、結構じゃあクラブ、うん、だからあ今まで自分の技術がもう悪いからと思ってずっと悩んできたんだけど、意外にその自分に合ったクラブっていうかこうクラブに助けてもらうことあるんだって本当に思った。おお、そう、それで変わったかも。いい話。ダメ、一番行っちゃいけない方向。あ、でもちゃんといいキックだよ。あれは無理だ。日野さんは、うん、いつ100切ったんですか。僕はいつだろう、初めて。僕は意外にかかって2年。嘘だ。2年かかって、だから逆にスポーツ、なんだろうな、言い方悪いとスポーツ俺何でもできると思ってたのに、うん、本当にゴルフってうまくいかないんだ、みんなが簡単に100切ってるの俺切れなくて、その2年が悔しくて今がもっと上手くなりたいっていうのが、まだあれで多分すぐ簡単に100切ってたら、うん、ゴルフ多分適当にやってると思うな。なるほどね。いやそれはちょっとびっくりした。100切ってから早かったって。いや全然そこからまた70台出すのも時間かかったし、アンダー出す時にも時間かかったし。ちなみにベストスコアはいくつなんですか。レギュラーだと68です。かー、バックだと69かー。頑張ったな。頑張ったなっていうか、やっぱすごいですね。ゆりちゃんはちなみにベストいくつ。私はレディースで85。うんうん、一気に伸びてるな。すげえ。そっから先が難しい。いやー、そっちはダメ。抜けてお願いだから。抜けて。なんだそこ。乗っちゃった。頂点で止まったね。グリーンは捉えることしか、はい、もう右のグリーンを捉える。うん、花道方向で乗ったらいい感じだよね。あ、当たったか。あそこから、あそこで十分。ナイス。うまい。うまいよ。うまい。うまいよ。ナイス。アプローチが上手くなってる。すごい。それはそのウェッジすごいね。すごいの。ゼロバウンスで。ゼロバウンス。すごいですよ。構えたらもう多分グースネックがすごいから。日野さんしかそれに興味持ってくれないですけど。俺ね、バウンスが嫌いなんだよ。へー。そう。でもあの両方僕はウェッジを持ってて、バウンスを効かしたいその時のフィーリングによってなんだけど、これすごいね。これすごい。これでね、なんか急にハンドファーストも楽になったんですよね。
柔らかいね。くっちゃった。きた。ああ、切れなかった。ナイス。